ヘンリー・ウィリアム・ピカーズ・ギルによるルイスの肖像が、マシュー・グレゴリー・ルイスと記入したことでも非難を浴びた。マンクに、どのような倫理的、または美的な欠点があったにしろ、ルイスは世間で大いに受け入れられ、社交界の花形となる。王室からも、好意的な票を受け、青年に達して、すぐの1796年に、ウィルトシャーから、イギリス議会の庶民院議員に選出される。 数年後、議会での演説もすることがないまま議員を引退。ルイスの関心は文学にあり、その議曲、城の幽霊の上演は長く人気を保っており、これにより多くの議曲や詩の発表の機会を得た。これに続いて、フリードリヒ・ホンシラーのザ・ミニスター、アウグスト・フォン・コチェブーのロラなどの翻訳物、及び他にも多くのオペラ風の悲劇的な作品が、ヤツギバヤに上演された。 1804年には、ドイツのハインリヒチョッケ、大盗賊、アベリーノ・アボリーノ、デアグロッセ・バンディットを翻訳した、ベニスの悪漢を出版し、マンクに次いでよく知られる作品となった。1812年に、父の死去により莫大な遺産を相続し、文筆業からも引退して、所有する農園の経営に専念する。1815年に、西インド諸島の所有地を訪問。 この訪問は4ヶ月間だったことが死後の1833年に観光された西インド諸島の農園所有者の日記には記されている。次に1817年にジャマイカへ訪問し、奴隷たちの扱いをより人道的なものへ向上させた。しかし、熱帯の気候による疲労で熱病にかかって気候の線上で息を引き取り、水槽に塞い、ルイスは ウェストモアランドのコーンウォールおよびセントトーマス島のホードリーの2カ所の土地を所有していた。それらは、ホードリーの奴隷登録簿によると、ジョージ・スコットとマシュー・ヘンリー・スコットが共同所有していたものを1817年に購入したものだった。また西インド諸島から帰国後の1816年夏に、ジュネーブ滞在中のバイロン、パーシー・ビッシュ・シェリー、メアリー・シェリー、 ジョンポリドリを訪問して5つの会談について詳しく話したことがシェリーの8月18日から始まるミッキーオンリターンツーイングランド1816に記されている。1839年に MG ルイスの生涯図書館集ザ・ライフ・コレスポンデンス・オブ・ MG ルイスが刊行された。また最初の小説ザ・イフ・ジアンス・オブ・センシビリティは未完となっている。 マンクについては、バイロンは、そのフーシー・イングリッシュ・バーズアンドスコッチ・リベヤーズの中で、修道僧あるいは詩人ルイスの驚くべき作品によって、パルナッソスさんは、危機として、墓地となり、サタン自身でさえ住むことを恐れ、何時のサレコ戸ベはより深い地獄を知ると書き、マルキド・サドは、エッセイ・イデイ・シュールレ・ロマンスで、ルイスを称賛している。アンドレ・ブトンの、シュルレアリム宣言では、 文学の領域では、ただ不可思議だけが実り豊かにできることの見事な証明として満句を挙げている。ありがとうございます。